はいどうも、ミスター X です。今日はですね、2時間ほど残業をして参りましたということで、まあ、やってる作業はね、もう単純作業だったので非常にそれほど疲れもなく終わったかなというところです。で、明日が、いやーようやくあれですね、金曜日ということで週末になります。まあ、皆さんね、予定を入れている方もね、たくさんいらっしゃると思いますし、まあ、金曜日はね、サラリーマンにとって飲み会ですよね。飲み会ですよ。本当に金曜日って絶対飲みに行ってましたもんね、昔。絶対飲みに行ってましたね。その1週間のね、何でしょう。なんて言うんだろうな。ストレス、1週間たまった、まあ、ストレスですよね。それをいわゆる解放するというか、まあ、そういった感じで飲んで、飲んで、そして、どうでしょうね、まだ私が結婚する前の頃はどうしてたかというと、あれでしたね、立ち飲み屋に何時頃かな、7時ぐらいに集合して、そこから12時まで5時間、まあ立ち続けですよね、5時間立ち続けて、で飲んで飲んで飲んで、でもちろんそのお店がね終わるまで行くわけですよ。でそしてラーメンを食べて、で終電で基本的に帰るんですけど、終電を逃せばまあ行けるところまで電車で行って、そこからね、そこから先家に帰れないんで、であとはどうするかって言ったらタクシーですよ、タクシー。いやー昔タクシーよく乗りましたね。乗った、無駄だった、今でも思います。あの頃からお金のね稼ぎ方、自分の力でお金を稼ぐっていう、8年前とか、まあ私自身が働き始めたのが、13年前、14年目になるのかな、私って13年前ぐらいに働き始めたわけで、でその頃ガラケーでしたよ、ガラケー。でもガラケーでも着歌とか、着歌とかアイモード系の、まあああいった、サイトですよね、サイトで稼いでる方々もいらっしゃったし、ブログで稼ぐ、まあ、アフィリエイトですよね、アフィリエイト、ブログアフィリエイトで、主婦でも稼ぎ始めましたよとかっていう、まあ、メルマガ、ブログっていうのが、まあ、その頃から始まって、インターネットでね個人で稼げるようになってきたと考えれば、あの頃からやってれば、あの頃からやってれば今どうなったのか、やり続けてたら変わったでしょうね。途中でやめたらまあゼロですけど、まあ、基本ほとんどの人がやめていったんですよね。で今残ってる人はやり続けた人ですね。なのでそう考えると、今やってるのがトップバズとブックメーカーなんですけど、トップバズはいずれ VIP の
トップバザーズ、トップバザーズか、トップバザーズになれない人たちっていうのはやっぱり弾かれていくと思うんですよね。今で言えば YouTube は1000のチャンネル登録者数と直近4000時間の再生時間が必要だということなんで、まあ、それで、まあ、YouTube 一人前ですよね。一人前になれると、まあ、それと似たような、まあ、条件というか収益申請化のハードルが必ず出てきますから、まあ、そう考えるともちろんトップバズもですね、稼ぎにくくなっていくのは、まあ、読める、まあ、推測できるわけですね。なので、まあ、今のうちにしっかりと別の、もうトップバズは01ですから、01をやって、でこの1を100、1000、1万と増やしていける、うん、スキル、ノウハウ、そしてスキルですねを、身につける時が今なんじゃないかなと思います。もちろん01を、うん、作るのは別にトップバズでなくても、うん、自己アフィリエイトでも、まあ、セルフバックですね、セルフバックって言われる自己アフィリエイトでも全然大丈夫ですし、まあ、これはねなくならないものですから、まあ、全然どちらでもいいのかなと思うんですけども、まあ、一番簡単なのは、トップバズかなというふうに今チームではね推しておりますので、ぜひ、9月6、7、8に、まあ、発売ですね、リリースを、まあ、ほぼ決定ということですので、ぜひ、期待していただければなと思います。それではですね、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。